10月15日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホーリネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日は創造と救いの恵みを覚え正しい日常生活を送りましょうというタイトルでレビ記の23章1節から8節の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。レビ記23章1節から8節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の礼祭は次の通りである。第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。今日からレビ記の23章に入ります。このレビ記の23章には律法によって定められたイスラエルの民が守るべき礼祭、まあ、お祭りと言いましょうか、大切なイスラエルの歴史、そして神の御業、そういったものを常に記念し覚えて、そして子孫に語り伝えていく、またイスラエル民族のアイデンティティに非常に深く関わる大切なお祭りについての定めがこの23章には書かれています。今日の箇所ではまず前半の方で安息日について、そして後半の方では杉越の祭り、そして種を入れないパンの祭りについての記述が続いています。安息日、安息日、よく聞く言葉であろうと思います。聖書の中でとても大切な神様の定めであり、また天地創造、聖書の物語の一番最初の時からこのことに関わる出来事が登場する、そのような非常に古い起源を持つといいましょうか、神様がこの世を作られた時のその秩序に遡るところの大切な定めであります。天地創造の時に神様は6日でこの世界を作られ、そして7日目に休まれたというところからこの安息日が来ています。そして出エジプト記の10回の箇所にはこの安息日のことがはっきりと記されているわけであります。出エジプト記の20章8節から11節をお読みしたいと思います。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子
娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。10回でこのように定められているものですけれども、レビ記でもう一度この23章のさまざまな例祭の掟の中で一番最初に挙げるものとしてここに記されているのであります。イエス様はマルコの福音書2章の27節で、安息日は人間のために設けられたのです、人間が安息日のために作られたのではありません、そのように言われて、安息日をお定めになった神様の心というものに目を向けさせています。神様はこの安息日を定めることによって人を生かそうとしておられる、そのことをイエス様は強くおっしゃいました。安息日はそのように休む日であるという意味合いと、もう一つ聖なる主の日であるという、そういう意味合いもまたあります。今私たちはもともとの安息日である土曜日ではなくて、主の復活の日である週の初めの日、すなわち日曜日に主日礼拝、聖日礼拝を捧げるという形で安息日を聖別された日として過ごしています。しかしこの日が必ずしも安息日になっていないということもあり得ます。その結果、主が喜ばれない形で安息日、聖日を過ごしてしまっているということもあると思います。このことは私たちは考えていかなければならないことだなというふうに常日頃思っています。この安息日の記述の後で、今度は杉越の祭りについてこのレビ記の23章は書かれてあります。杉越の祭りというのは出エジプトの出来事にちなんでいます。エジプトを脱出するときに、モーセを通して神様は10の災いをエジプトにもたらされました。その最後が、神様がエジプト中の長子を打つということでありました。しかし神様に言われ、そのモーセの教えを守ったイスラエルの民は皆家の鴨居に子羊の血を塗っていました。その時に災いが過ぎ越したのであります。イスラエルの民の長子は守られ、エジプト全土の長子が命を落としました。そのことにちなんで、神様が災いを過ぎ越し、そして出エジプトさせ、このイスラエルの民を本当に神の民として導いてくださったということを記念する祭りであります。そしてこの時は急いで旅立たなければなりませんでした。ですからゆっくりとパンをこね、発酵させてから作っている間はなかったのでしょう。種を入れないパン、酵母を入れないパンというのを作っていったわけですけれども、杉越の祭りとともに種入れぬパンの祭りというものを祝うようにと。これは私たちにしてみたら、クリスチャンとして生まれたことを記念し覚えるようにと。また種入れぬパンというのは酵母が入っていない、酵母は発酵します。発酵するというのは罪の象徴であります。プライドや虚栄心といったものが膨らんでいくということからのイメージであるようです。イスラエルの民は杉越の祭り、そして種入れぬパンの祭りを繰り返すことによって、神の民として生まれたということをその都度その都度覚えたのでありますけれども、私たちもそのように、どのようにして私たちが救われたのか、そして救われた今、私たちの内側は
神様の前にどのような歩みであるのかというのを思い起こすことが必要ではないでしょうか。私たちそれぞれにとっての安息日、そして杉越の祭り、そして種入れぬパンの祭り、それらをどのように生きるのか思い巡らしたいと思います。リビングライフ10月号の97ページ、レビ記23章3節の黙想文が書かれてありますのでお読みしたいと思います。イスラエル人は安息日には身分に関係なく皆休まなければなりませんでした。神は私たちが裕福になろうとして休まずに働くことを許されません。今日私たちは平日には一生懸命働き、誠実には神が与えてくださったものに感謝し喜んで安息しなければなりません。誠実はただ単に仕事を休む日ではなく、私たちが神の恵みによって生きていることを告白する日なのです。今日の祈りをお祈りしましょう。主の愛と憐れみを忘れ、自分の力で生きようともがいていた不信仰をお許しください。礼拝と教会の祝祭日を正しく守る従順を通して神様中心の信仰に立たせてください。創造と救いの恵みを黙想して賛美し、神様の中で安息の喜びを味わわせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。